ジャンボホステルはスウェーデンストックホルム近くのアーランダ空港に位置する退役したボーイング747から200の内側に作られたホテルである。西側から撮影したジャンボホステルホテルは1976年に建造され退役したボーイング747から200の中にある。この旅客機はシンガポール航空のために建造され、 その後パンアメリカン航空で就航した後、2002年に破産したスウェーデンの航空会社トランスジェットによって最後に運航されていた。2007年12月、シュムトゥーナ公共事業団はアーランダ空港の入り口にジャンボホステルの建設許可を出した。2008年1月、航空機は建設中期場に運ばれ、古い内部を解体して新しくペイントし、 客室用の装飾をつける工事の第一段階が始まった。航空機には450の客席が設置されていた。機内は清潔にされ、空調設備や断熱材などエネルギー基準を厳守した他の建築と同じような状態となった。暖房には空気熱源式インバーターが使われている。ジャンボホステルの美力ジャンボホステルの内観2008年夏。 ストックホルムアーランダ空港の入り口にある着陸客を安全に固定する2つの鉄の台を備えたコンクリート基礎の予定地に運ばれた。ホステルは2008年12月下旬にオープンした。ジャンボホステルには3つのベッドがついた27の客室があり、最も高級なのはアッパーデッキにあるコックピットスイートである。全て合わせるとベッド数は79。全室にある 薄型テレビでは、すべてのフライトの出発時刻を見ることができる。また、高速無線通信にアクセスしている。コックピットスイートと設備を持つ個室等を除く。全室では、廊下にあるシャワーとトイレを共有する。ジャンボホステルのカフェでは、宿泊者ではなくても、朝食、コーヒー、ペーストリーなど、基礎的な食事をとることができる。カフェでは、食事を温めるために、 電子レンジを使用している。ありがとうございます。